平次はこの事件の奥に何かしら解き難い謎を感じている様子でした。50両や30両のことで主人の私が支配人にかれこれ言われましたので、実は2、3度ひどい暴れようをしました。暴れよう？あんまり腹が立っておじに食ってかかったのです。おじと申してもあれは本当のおじではございません。父の義理の弟で。四郎は顔を伏せます。食ってかかった老いの四郎が悪いか、それを座敷牢に押し込めたおじの新助が悪いか、平次にも容易に分かりません。おめえは？妹の愛でございます。四郎の後ろでつつましく挨拶をしているのは17、18の細々とした娘でした。小牧の娘のお菊の丸ぽちゃで可愛らしいのや、姉のお波の大柄で応援なのに比べて、これはまた何という寂しく頼りなく、そして可憐な娘でしょう。おめえの部屋はどこだ？ここでございます。姉のお波の部屋は？やはりここで。夜はこの部屋に二人寝るのだな。ええ。お愛は少し不安な上目遣いをしながら、それでも無造作にうなずきます。言いようもなくいじらしい姿でした。姉はゆんべここにいたのか？よいからずっとこの部屋におめえと一緒にいたのか？これは大事なことだ。後であれは嘘だと言ってもつかねえぞ。一緒におりました。よいから朝まで？お愛はすっかり怯えておりましたが、平次の追及に遭うとしどろもどろながら、姉のお波と彦次郎と相引きしていたという言葉を完全に否定してしまったのです。違うよ愛ちゃん、お前は私をかばうつもりでそんなことを言うんだろうが、私はゆんべ半時近くも外へ出ていたじゃないか。だって姉さん。外から飛び込んできた姉のお波はいきなり妹に食ってかかると、お愛は途方に暮れた様子でますますおどおどするばかりです。お前そんなバカなことを言うと私や彦次郎どんがどんなに困るか気がつかないんだろう。姉さん、じゃあ私何と言えば？だからさ、私が部屋の外へ半時も出ていたと。姉妹の争いを平次は黙って聞いておりましたが、やがて、もういいよ、出たなら出たとしておこう。その代わり何時から何時まで出ていたか別々に聞こうじゃねえか。八、おめえはお波を隣の部屋へ連れて行って、その合い引きの時刻の場所をいつくれ。俺はここでお愛から聞くとしよう。こう言い出しました。へっ、のろけの聞き役ですかよ親分。何でもいいよ。それから元吉親分は四小次郎を捕まえて聞くんだ。ゆんべお波に本当に会っているか、時は何時だったか。八五郎はお波を連れて次の前、それまで黙って平次の調べようを見ていた五丁目の元吉は彦次郎を探して庭の方へ出て行きました。ところで四郎を囲いから出したのは何時だ？5つ半、いや6つ少し過ぎでございました。貨幣が引き取って慌てたように答えました。新助の部屋を見せてくれ。え、こちらでございますが。少し戻って別の廊下を反対側に行くと、部屋が2つ続いて、最初のは彦次郎の部屋で、奥のは殺された支配人新助の部屋でした。皿小鉢の壊れた音がしたと言ったが、きれいに片付いているじゃねえか。銭形平次は番頭の貨幣を顧みました。支配人がゆんべのうちに下女のおやすを呼んで片付けました。それからまた改めて一杯やったようで。その膳は今朝になってからおやすが下げて洗ったようです。平次は下打ちをしたいような心持ちでした。こうして何もかも大事な証拠が台無しにされていくのです。部屋の中は思いのほかよく整っていて、調度も木口も贅沢なものでした。佐渡屋の支配人としてこれくらいのことは当たり前といえばそれまでですが、なんとなく思い上がった
た新助の生活態度が第三者の目で見ても苦々しくなります。床は敷いてなかったのか。へえ、今朝この部屋が空っぽなのを誰が見っけた。下女のおやすがいつものように雨戸を開けに来て気がつきました。お茶の水に指定があると聞いたのは。それから間もなくでございます。誰が行ってみたんだ。彦次郎殿が行ってみてきました。平次は貨幣の話を聞きながら、さっき外から見定めておいた格子の外れたところを押してみました。格子はつい線刻まで2本ほど釘が抜け出して下がフラフラに有利していたのに、今触ってみると誰の仕業かほんの間に合わせながら一応打ちつけてあるではありませんか。おそらく平次や八五郎が囲いの前にいた時か、お藍や四郎を調べている時の誰かの細工でしょう。格子から外を覗いてみると、軽い男げたの足跡は入ったのだけ行儀よくついていますが、ひさしの下の固く乾いたところを拾って歩いた八五郎の足跡は一つも見えません。平次はさらに新助の持ち物、押し入れからタンスの中まで一通り目を通しましたが、不思議なことに着物や持ち物の贅沢な割に現金はほとんどなく、新助がいかに佐渡屋を切って回して我が物顔に振る舞っていたかがよくわかるような気がします。最後にお勝手に行って下女のおやすに会ってみました。これは37、8の出戻りで正直そうな女ですが、何に怯えているのか平次の問いにハキハキした答えもなく、さあ気がつきませんでしたがの一点張りです。新助が食べたものの残りなどはきれいに始末して、証拠になりそうなものは一つもありません。よく手の回るこった。平次はまた舌打ちをしたい心持ちになりました。第6章、鍵とネズミ取り。間もなく佐渡屋の店に落ち合った平次と八五郎と元吉は、めいめいの聞き出したお波がお藍と一緒の部屋から抜け出したという時刻を持ち寄りました。お波は4つ少し過ぎから4つ半ごろまで囲いの前で相引きしていたって言いますよ。そのくせつまで事細かに聞かせるには弱りましたがね。バカだな、顔の紐を少し締めろ。どうもたまらねえ女ですね、あのお波という雨は。八五郎はこういった調子です。不思議なことに彦次郎も4つ少し過ぎから4つ半まで囲いの前でお波さんと話していたと言っていたぜ。新助のとこからお菊が逃げ出しておやつが来て後片付けをして、新助が寝酒を飲み直したのを聞いてそれから出かけたんだそうだ。5丁目の元吉はこう言いました。はっきりしているな、親分の方は。八五郎は聞きました。お前も同じこった、間違いはあるめえよ。お波と彦次郎は4つ少し過ぎから4つ半まで囲いの前にいた。彦次郎はそれから自分の部屋へ帰って夜が明けるまで何にも知らなかったというのが本当かもしれねえ。するとお藍は嘘を言ったことになりますね。と八五郎、姉をかばったのさ。その晩新助が殺されているし、お波はうんと新助を恨んでいるから、姉は部屋から一晩出なかったと言いや疑いはかからねえと思い込んだんだろう。娘っ子のやりそうなことだ。へえ、呆れた娘っ子で。ところで八、へえ、おめえは貨幣のうちへ行って様子を見てきてくれ。暮らし向き、近所の評判、おかみさんの人柄、それからゆんべ貨幣の帰った時刻と夜中に出なかったかどうか、それを聞くんだ。へえ、それから五丁目の親分、なんだい銭形の。無駄だろうと思うが、うち中の者のことに奉公人の荷物を一度調べてえが、それくらいのことなら俺がやるよ。じゃ頼むぜ。平次は見切りよく帰りましたが、何を考えたかもう一度店に引っ返して、おい番頭さん、帳場越しに収まった貨幣を呼び出すのでした。へえ、何かご用で。
あの囲いの鍵は新助が持っていたと言ったね。ええ、たった一つだけで。ええ、すると今朝どこでその鍵をめっけて囲いを開けたんだ。ええ、そらその新助は肌身離さず持っていたと言ったようだが。平次の追求は手厳しいものでした。あの部屋の中に放り出してございました。ええ、貨幣はそっと冷や汗を拭いております。明くる日の朝。ええ、驚いたの驚かねえの。そんなことを言いながら飛び込んできたのはガラッパチの八五郎でした。小粋な曲げ節を先に立てて、ざむざむとした野像、鼻の先が少し赤くなって長い顎が襟をかき分けます。兄をそんなに物驚きするんだ。虫の毒だぜ。相変わらず平次は朝の日を懐かしみながら、冬のハエのように縁側の障子にへばりついてタバコばかりいぶしております。あの子に泣きつかれて弱ったの弱らねえの。驚いたり弱ったりか。色男にはなりたくねえな。ありげてえことに一丁羅の袖をあの娘の涙でぐしょ塗るときましたぜ。干すのがもってえねえだろう。そっと畳んでタンスへ入れておくがいい。梅雨時になるとそっからマグソだけが入る。冗談じゃありませんよ。やぶん大真面目さ。あの化けそうな大戸島にかじりつかれると3年ぐらい毒気が抜けねえから気をつけるがいい。豊島の方じゃありませんよ。泣かれたのは心臓で。大乳堂の小牧吉の娘か。五丁目の元吉親分があの大乳堂を縛っていきましたぜ。あれを新助殺しの下手人という見立てか。あの晩遅くまで大乳堂の小牧吉がお茶の水から筋貝見つけのあたりをうろうろしているのを見た者が10人もいるんですぜ。大乳堂が四徳鬼を殺したというわけか。まるで化け物屋敷のお家騒動だ。そこであの可愛らしい娘が足の袖につかまって大泣きに泣いたという寸法ですよ。銭形平次と八五郎との話はいつでもこんな調子でした。そのバカバカしくものんきそうな発展のうちから肝心の筋が運ばれていくのです。下手人はうちの中にいるよ。大乳堂が何を知るのか。平次はこうしかと言い切ります。わしもそう思いましたよ。心が悪い時には悪いことがあるもんで。何があったんだ。元吉親分がうち中を大掃除ほど調べた上、奉公人たちの荷物をいちいち開けさせてみると、お菊の荷物の中から石見銀山ネズミ捕りが馬を2、30匹殺すほど出てきたんで。